日。あ、どうもこんにちは。ゆずきゆうやのイケてる男じゃないと。ゆずきゆうやいねえから。すいません、今ゆずきゆうや社員がいないですけども、俺が頑張りますってやれ。はい、僕が頑張ります。今ゆうや美容院行ってるから。はい、皆さん美容院行ってますね。すいません、困るないです、暇ねえから。はい、そうですね。ゆうや早く、はい、めらめら暇じゃないです、暇ねえから。ゆうや美容院行ってますって言えっつって。いや、これ言うの結構きついですね。言えよ、早く。あ、はい。まあ、でも、皆さん、美容院行ってるんで。お前らみたいなやつ、相手してられねえから、美容院行ってるからって。はい。美容院行ってね、まあ、僕が相手するってことで。そう、しょうもねえ、お前らの相手してねえからっつって。そうですね。マジじゃねえんだよって。いや、まあ、ちょっと、てんての声が聞こえるんですけども、そういう感じで。ゆうや支配には暇じゃねえんだと。そうですね。お前らは構って暇ねえから、美容院行ってます。はい。はい、どうぞ。ね、あの、ゆうや社員は、ね、ちょっと、あの、先に謝ってください、すいません。あの、お前ら構ってる暇ねえから、ね、こういうね、雑魚一人でいいっていうことでね、ほんとにね。でも、そんな、いや、もう怖い、あって来てるじゃん。そんなゆうや社員どう思ってるか、お前がちゃんとあげとけよ。はい。でも、その人じゃないよって、ゆうやさんいい人だしって。あー、そうですね。それはマジで。でも、ちゃんとやるとこれ全部聞こえるらしいっすよ。いいから、それはいいから、ゆうやだよ。そうですね、ゆうや社員は、そういう人じゃなくて、まあね。うん。はい、言えよ、もっとどんな人が言えよ。いや、社員は、そんなの絶対言わないし、まあ全然なんかまあちょっとあれですよね、まあ男女ともに人望が厚くて。そうか、お前は。すいません、雑魚でした、僕。イエーイ。イエーイ。いや、もうよく頑張ったな。いや、本当にうちのケイタはよく頑張ってくれるなんでね、はい、いい子なんで可愛がってあげてください。ありがとうございます。頑張ってくれた、本当に。ちょうどね、今美容院行ってきて、はい、間に合ったら来るよって言ったら、ギリギリ間に合ったから。はい、今髪切り立てなんで。あ、切り立てなんですね。はい、ケイタは今ベロベロやから。間に合ってよかった。ベロベロマックス、本当に。そのままベロベロマックス、でも頑張る。ユースさんのために何でもなる。はい、感動でも口でもなる。はい、犬でーす。犬でございます。早く繋げる。あ、はい、そうだね。やっぱそこはやっぱこう、後輩で僕が繋ぐべきですよね。お、いい感じになっちゃう。早速ゆうやさんの褒め言葉出てますよ。髪が可愛いって。繋げる。あ、はい。あ、そういう感じじゃなかったですね。聞き取れないのはすいません。今日の営業中に お酒をガッポガッポ飲んだ僕の責任です。ごめんなさい、本当に。お酒をね、いっぱい飲んじゃってね、ちょっと聞きづらい方いっぱいいると思うんですけども、日本語で OK、 日本語喋ってます、本当に。すいません、ろれつが回ってない。ごめんなさい、本当に。ジン君、はよう。はい、僕もそれ思ってました。重いですね、よいしょ。まあでも、まあこれからでいくと レアなショットが撮れましたね。お前顔でけえな。いや、顔でかいっすよ。俺腹減ったんや、もう。お腹すきましたよね。飯食った？飯まだ食べてないっす。いやー、ご飯はね、まあアルコールもご飯ですけども、別腹でなんかいろいろいけちゃうぞっていうことで ね30分2グラムファイト。そうですね、ゆうやさんが顔ちっちゃいです、本当に。もう声を大にして言ってください、本当に。ねえ、僕の顔がでかいのもあると思うんですけど、ゆうやさんが丸いね、顔分かってます。ねえ、とまあこうやって隣に並べるのもね、恐れ多いって感じですけども、本当にね。え、勢いでテンション、もう勢いだけで言ってます、僕は。できます。じゃあやってよ。はい、次に繋げなきゃいけないからさ。あ、そうっすよね。俺もう飽きたから、練習。飽きちゃいました。うん、飽きちゃいました。次はお前が持ったらいいやん、番組。あ、僕が持っちゃってもいいですか。うん、
あ、逆にっすね。はい、もっともっとイエイってやって。あ、はい。あ、練習ですよね。そうです。もうニコ生すら、酒飲む酒飲む、ほら。はい。あー、すみません。あ、そうっすね。あー、ワイルド。ゆうやさんの指まぐらたまんないっす。うわ、すげえ。いや、全部飲めた。強烈な味がすごいんじゃ。はい。あ、格別な味ですね。そうね、格別な味なんですけども、それたまんないです、本当に。見ました。もう、ゆうやさんのファン、ごめんなさい。僕がゆうやさんの指の出汁で聞いたウーロン茶のチューハイ飲んじゃいました。本当にね、ざまあ見ろってことでね、本当に。え、今日のお題は、本当に、今日のなんだろうな、本当に。今日のお題ね、かわいそうでもねえよ、幸せだよ、こっちは。本当にね。やまない、やまない。こんなじゃやまない、本当に。そうですね。まぁ、あ、ちょっとね、強いて言うなら、ちょっとメンバーが少ないことやめそうっす、本当に今。ね。そうですね、あの、滑舌やばいのは、もうアルコールのせいですね、これは。完全に。アルコールがね、あ、アリフォール、うん、あの、これは、そうですね、あの、買ったのですがね、もともとあんまり良くないんで、そればっかしは本当にすいませんでした、本当に。それはね、あの、もともと、あんま飲んでなくても仮説良くないんですけども、飲んだらもっと悪くなるってことで、はい。そればっかしはね、本当に。あれ？嘘でしょ。え、そんな感じ。アップにしたやつ。あ、まあ、あれですよね。まあ、ちょうど2人だし、画面大きく使うんだね。まあ、こんなに有効活用して、本当に。はい、あの、滑舌悪いのはもう元々なんで、まあちょっとね、ごめんなさい。頑張って声出します、こっちは。はい。アップつらいの。本当にアップつらいの。大きくなった。本当ね、顔ばくして大きくなってね。もう、重ねるな重ねるな、本当に。顔でかいの分かっとるんや、ほんまに。ねえ。アップ対応でね。ねえ。もうそれしか言ってないよ。もうでか、わかる、わかる。あ、でかいのわかる。あ、痩せる、頑張る。ね。まあ、なんか話しましょう、ほんとに。ね、あの、心配してる声も聞こえてるってことでね。そうですね、まあ、最近まあ、ハーレムで、まあ、結構あの、新しい人も増えて、まあ、雰囲気もいろいろ変わってきたと思うんですけれども。まあ、そうですね。まあ、なんかハーレムもなんか新規一転するってことで、まあこれを見て皆さんもなんかまあもうちょっとでなんか2017年もまあもう少しでもう少しあと半分ってことでなんか自分の日常の中で何かしらなんかこれをやってみようみたいななんかこれ始めてみようみたいなきっかけがあったかもしれないですよね。なんかそういう最近始めたこととか聞いてみたいですよね。ねえ、お前は何を喋ってるさっきから。はい、僕も迷子です。僕も迷子です。何を言うの、俺全然分からなかったもん。はい、聞いてたけど、はい、何を言っとるんかなって。いや、これ少しはいいことバー流れるかなと思ったけど、ちょっと何言ってるの。お前はゾディアックか。あ、ごめんなさい、本当にすいません。お前サイコパスやろ絶対。あ、はい、よく言われますそれ。なあ、サイコパスやろお前。はい、まあまあ頑張ってくれたケイタ君なんで、今後ともよろしくお願いします。お願いします。なかなかね、ニコ生出てくれる人がいない中で、毎回出てくれるんで、はい、見てくれてる子たち、覚えてあげてください。あ、お願いします。ケータって言います。はい、よろしくお願いします。ちょうどね、昔のお店の相方もね、ケータって名前やったんやけど。あ、そうなんですね。そいつの方が喋れたよ。あ、そうですか。まあ、この見てる子、分かるかな、ケータ分かる人いると思うけど、はい、まあ、いい子やから、なんかあった時にはお願いします。はい、あ、よろしくお願いします。うん、
まあ、頑張ってるもんな。はい、うん、そうですね、ちょっと初代ケイドに勝てるように頑張ります本当に。うん、勝手に頑張ってくれ。はい、勝手に頑張ります、今日はね、ジン君が来ますよって言ったんだけど、結局こういう感じなんで、はい、もしね、俺が美容院行ってて、あ、今日だりからいいやって帰ってたら、はい、お前一人やで、ずっと。いや、それやばいっすね。きつかったろ。はい、タイミングがいいんだよ。なんか今日、帰ろうかなと思ったけど、はい、晴れてたから、ニコ生行って飯食い、食おうと思って、メンバーと。あ、はい、ほんと来たら、こいつつけない。はい、まあある意味サプライズですよね。悪い方のね。あ、悪い方のね。あ、良くない方の。すいませんでした。まあ、髪をね、聞いてきました。はい、やっぱね、歌舞伎町の受けがいいのはこっちだなっていう。ずっともう上げてて短髪とかしてたんだけど、やっぱこう、ホストっぽい感じの方がミーハーな女が多いからね、歌舞伎町は。だからこっちの方が受けがいいんだよ。だからこっちにした。最近ピンチやったからね。ずっとね、送りが一番多かったんだけど、最近もう送りほぼない、なくなっちゃって、まああんま初回つかないのもあるんだけど、初心に帰ろうと、やっぱホストしようと思って、また髪の毛下ろしました。原点回帰したんですね。ほんだったらね、こんなもうこの時点でうざいんやけど、まあしゃあないなと。金のためや。髪のためですね。しゃあない、しゃあない。あー、ゆうげの髪を。あ、きっしょいやつ来たらわ、マジで。よしよ、言ってるなってやぎ。あー、だるい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 。だるいやつが来た、だるいやつらが。詰めてけ。あー、来た。いやー、もう遅くなって、すみません。いや、何しとんねん。カクカクしないで。意外と大事な話。俺、美容院って来なかったら、ずっと来てたよ、この10分。ミーティングしてました。ミーティング。いらんよ、ミーティングなんて。ミーティングしましたよ。2代目ケイト。あ、ジュン君待ってきてる、うん、嬉しい。三上君はないみたいな。三上君はねえよ。間違いない。ミカツカさんも170万大好き。ミカツカさんね。うん、で、ミカツカさんは広まってよかったですね。僕はずっとね、ミカツカさんって言ってたんで。ね、ガチで広まってる。今日なんかみんな顔でかく見えるの、なんで近いね。いやでも絶対みんなでかいからだよ。あ、はい、うん、だってでかい、顔ちっちゃい。写真出ないこれ。顔ちっちゃい人だよ、顔ちっちゃいから。顔後ろ下がる、後ろ下がる。後ろ下がる、ね、でもちょっとリアルに最終日に向けて髪で切ってかっこよく髪切りました。ノーセットでかっこいいのはもうちょっとお風呂の写真でね、切り跡のやつを落として。いや、あれもかっこいいからね。乾杯でーす、乾杯でーす。確かにあれも普通にかっこいい。じゃあその俺のこの髪切った時あったじゃないですか。その時に一個のね、僕の今日の気持ちとして、俺は髪型に左右されないぞと。いや、歌舞伎町のメジャーは長い人でしょ、髪が。でも俺は髪短くして、何しようが俺は売れるとやってましたけど、結局あんま売れなかったから、戻しました。売れとるし、ほくろだけ出しても、そうそう、今で長いやったら全員長くなるし。で、これでも伸ばしそうじゃないですか、昔の俺と比べたら。そのまあね、一時期の時と比べたら。よいしょ。そう、だからその結局やっぱ歌舞伎町では生き残れなかったと。生き残れとる。でも言ったら、なんで過去形なんすか。ゆうやの髪の毛上げてるのと下げてるの、今の感じのね、どっちがいいのかっていうのをちょっとアンケートで。いや、女はあれなんですよ、女の子は。うん、甘えられる方がいい。そう、男受けはこっちやけど、女受けは特に歌舞伎の女はこっちなの、絶対に。そうそう、今流行ってる3代目とかこっち系じゃないですか。上げてるけどね。それは流行ってるやつじゃん。歌舞伎町ってまた違うから、日本と歌舞伎って違うんだね。まあまあ、要は日本受けか歌舞伎受けかレベルだから。確かに。そう、俺はまあ日本受けより歌舞伎をね、歌舞伎受けになるから。はい、グイ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 。もう飲んでるからね。だから私が当たり神かみ、神かみ、神かみ。だから一回またね、初心に戻ろうかなと。最近いろいろ新しく入ってきたから、まあ王道ね、おろすけどね、かっこいいとこを見せなきゃいけないからね。だからまあ結局こうなってしまったけど、まあでも今年いっぱいは普
2で、来年からはもうがっつり短く、もう俺は俺でもう売り上げとかどうでも今年はもう頑張ろうと思ってで、来年頑張るわけないよ、今年はあの王道で行こうと、来年からこうもうがっつり行こうかなって、また頑張ろう。先週の時はもうやめるやめる詐欺してたのに。そうですガチやないですか、もう今週、今日は私騙されたからね、みんな俺も今月でやめるから言うやつだ、イエーイ、やったやっとナンバーワン、やっとナンバーワン、やっとナンバーワン、イエーイ。なんだけどね、そうするともう1位やんってね。いやいやいや、もう三上さんいなくなったらずっと生取れるもん、ずっとそれ、これがでもグループでナンバーワン、ツー、終了だから取ります。おや、無理だったらごめんなさいちょっと見るみたいな、やっぱりナンバーもかかってるんで。ケンタちょっと俺ら帰ろっかあ、僕らはそうだ、戦力外を帰ろう戦力外を帰ろうぜでも早くね、上がってほしいよね。確かに下のメンバーからすれば、そうですよ。だって三上さんが上がれば1個ナンバーが必須に上がるわけだから。そうですよ、今までナンバー4だったやつが3に入れるし、そうです、2のやつが1になれるし、どっちにせよ星の数で上の方にいるから、もう、そう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 、だからもうあのポポッポッポッて、もうそう、もうなんか代表って、そう代表ってもうすっぱになってほしいよね。はい、ケイタでも俺越せるっけ言ったり言ったり、いやー、腰痛いっすね、腰痛い、陽気すぎる。そこはもっと面白く、余裕で、いやー、三上越す、ミスなんだ、聞きました、三上越す、そこまで言ってくれ、後で時計出します、後で時計出します、後で時計出します。超えると思いますけど、まあ、ケイタはゲットもから言ってほしいけど、三上超えるっていう、だけに言ってでした、私は後で時計出します。いつもしてるやん、取締役に。はい、いつも取り出してますね、強化伝えで。俺、すっげえ真似やねんいつも土下座す上司。いや、それはないやばいね。でもね、本当にね、上がってほしいね。はい、上がってくれたらね。そう、よく言えばそうやけど、悪く言えばもう邪魔だよね。早く俺に渡せよって、次のバトンを。本当それ、次世代でいいじゃん。そうそうそう、次世代でいいじゃん。そうそう、ずっと邪魔でごめん。3年間ずっとよ。もうそろそろ良くないと。いい加減にしてくれ。そうそうそう、いい加減にしてくれ。よく言えばあの言ってほしい、悪く言えば邪魔ですよね。今の三上邪魔、今言うとこよ、遅いんじゃん、遅いんじゃん。ちょっとあの食べない心がありました。今、あ、そう、そうね、生きるに味方が距離的になる。でもね、本当なんかまあ僕もまあなんだかんだ1位って言われてるんですけど、まあやっと去年取れたぐらいなんで、でもまあまあ言うやには今月本当にまあ僕も勝負したいし、本当に後輩の中では、ライバルと思える人間って正直ゆうやが初めてだから、いいなぁ、なんでここで言うって感じだけど、でも本当明日3000万のお客さん、明日3000万のお客さん呼ぼうぜ。いやでも明日3000万のお客さん呼ぼう、新規指名3000万。まあそれは今月の結果楽しみにしてください。はい、はい、頑張ります。ちょっと強気で言ったけど、全然もう俺の指名の子は見てない前提で頑張ります。のぞみのな、3000万投資事件がなかったもんな。誰が使わせた、まあまあ何そのそのプレイヤーみたいな、3000万プレイヤーみたいな使わせたよね。結局はね、ナンバーワンとか大事だけど、その先が一番大事だから。確かに、うん、よくね、いるじゃんか、歌舞伎町にもすげえ人でも結局戻りたいとか、そうならないように頑張りたいよね、俺らは。いなくなるってこと、いなくなったとしても、いなくて戻ってこないじゃないんで、もう三上さんは違う道進んしたらね、で、何も知らないけど進んしたらそっちでもう行こうね。ここで来るんですか、ここで来るんですか、こういう上、こういう上よ。今もう言ったら正解分かってるから、もう書いた用紙見せてる、書いとこう、ここにここに言えって、見せていればあるよ。ちょっとビビりましたもんね。そういうとこっすよね、でもそうなりたい。確かにナンバーワンがすごいけどじゃないじゃん、後々そうっす
そうならないように俺らはしたいなと。いっぱい見てきてるから、その失敗してきてるやつらを。そうですね。いや僕ももちろんそうですし、やっぱナンバーワンがすごいというより、ナンバーワンが次のステージを見せることによって、じゃあ下の子もそれを目指して頑張っていけるっていうのが、まあ実際、まあうちのケージプロデュースはできてると思ってるんで、僕もナンバーワンっていうのをじゃあ維持しつつ、次のステージをね、次のステージに行くために今努力していると思ってるんで、その姿をまあ今ね宣言するんで、見せれると思うんで、まあこのね、これ今見てる女の子が、証明をね、私が証明しますじゃないけど、俺が証明するんで、それをまあ言ってましたよって言ってくれたらいいなって、小さな巨人の見過ぎかって、ね、でも大事だよね、本当に一郎も言ってましたよ、維持するためには変化が必要ね、うん、ね、かっこいいな。もう俺も影響されやすいから、イチローが毎日で試合の5分前に、何してんの5分前、1時間前とか、まあちょっとばらつけるんですけど、飲んでるユンケルを真似します。これ売れる秘訣らしいよ。高いやつ、高いやつユンケル飲んで、高いやつこれさ、今ユンケルばかりしてるじゃん、高いやつ。俺それ最初に言われて、調べたいよ、イチローが飲んでるユンケル1本3000円。えぇ、ー、そんな高いですか。アマゾンで買った、まとめ買いで20本、38,000円。最安。ほんと高いよ、これしてめっちゃ高い。でもバカじゃん俺バカじゃん言っちゃうよ。違うからね、ユンケルはそのスポーツ選手からしたらいいかもわからんけど、俺らからしたらよくはないと思う。まだ違うよね。お酒あるじゃんって。流されやすいからやっぱり。した結構ミーハーだったって。有名、歌舞伎で有名なホストミーハーだったっていう。歌舞伎町で有名なホストやってることは真似しない。それはまあすごい認める。でもその世界のレベルで歌舞伎じゃない、真似したいなっていう。全然イチローを真似したんや。イチローじゃない。なんでただイチローを選んだんやろ。いやいや、これがして世界で。俺野球も全然やったことないし、あれだけど、言われて感銘を受けた人、ヘアメイクさんっていう。まあそのヘアメイクだよね。タメで、すごいな。タメなんですね。で、たまたまだけど美容学校も出身が一緒っていう謎な運命を感じて、プラス、うん、まあ何店舗も一応やってるっていうので、で僕もずっとそのヘアメイクさんに行ってるんですけど、まあ、そこが正直僕は勘弁で、なんか言ったらルーティーンみたいな感じですよね、うん、三上さんの一日のルーティーンの最初としてはユンケル。ユンケル、いや本当にそれ男子もありますよね、ルーティーンみたいなね。俺はゲーム、ゲームね、トイレで、ゲームなんすか、トイレでして、やめろお前、世界一みたいな、日本一か、日本一の人に勝っただけで、日本一ではないんですよ。日本一の人に勝った、日本一の人に、もう俺自分の口から言わしちゃったけど、日本一のね、ちょっとあの、誰かのぴょんぴょんナンバーワンみたいな、ぴょんぴょんナンバーワンみたいな感じする。ウィーナンバーワンやってほしい。ダメダメダメ、別にそういうのナンバーワンって、サッカーのゲームね。え、ウィーレと何年か分かんないけど、落ちてたまね、テトリスか分かんないけど、ナンバーワンのやっぱニューヤの自己紹介見てほしい。いやいや、もうそれはいらんけど、CM どうか。でも何かしらね、一番で、やっぱ一番だから、一番は一番や。自分は持っとけど、どうしますか。うちの伊豆木優也が、俺はそこで一番取っただけ、取ったって一番勝っただけ。でも素晴らしいですよね。でも一番俺ウィーレ多分めっちゃ下手だから、とりあえずユリアと賭けするんだったらもう1万もかけてるんだよ。1000円もかけてない。一点1万だったら多分30万取れる。30万永遠に取られるみたいな。サッカー、ゲーム、ゲームだな。でも何かともね、1万を取るのって難しいと思うし、やっぱ1万取れるのはやっぱね、何かに生きててじゃないとできないと思うんで。女の子のウィーレできること貴重っすよ。なかなかいないよ。なかなかいない。マジ貴重ですよ。欲しくないですか。ウィーレやってる子まずいますか。女はいない。今見てる子で。そもそもウィーレできる女の子とか普通に友達になりたいですもん。今もういますか。
何今今もう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 今もあれはパープルしかわかんない。ウィーレって何？フラッキュースピリッツはパープルのあのウィーレ版っすよ。リアルなやつ。リアルなやつ。フラッキュースピリッツね。ガチでわからなかった。あのカコンですやつなんだけど。これカコンパチですやつなんだけど。ゲームじゃなくてさ、野球ボールみたいな。あ、それであのボールボードゲームの野球のやつ。あれ名前なんていうの？名前ももう分かんないけど。何？何？おい。タイミングがすごい。しかもリモリの姿をしてる。でも見て、今見えてないけど、いいやろ携帯が見えて。何の音？タイムナンバーワンに僕の携帯を壊されました。また？ああもうまたそれ。魔法使った。イベント初日飲み物が一瞬でカラーになるっていう。イベント初日なのに携帯また使えないっていう。こう水が流れる音がした。間違いない。バレてないけどこぼしました。すみません。いや味噌をしても可愛いって言ってるお客様がいる。349番大好きです。でも、ドジっ子間違いないし、とりあえず後で全力で謝りますから今も謝ります、ごめんなさい大丈夫です。でも髪いいっすね、本当に部屋目した時楽しみっすね、ちょっと、うん、いい感じのね。いやでも明日、明後日ですもんね、イベントは。ああ日曜日なんでね。まあ、今月みんないい感じで、来てるし、まあ、その中でやっぱ誰がナンバーワンになるか分かんないけど、やっぱりバーツやね。頑張りたい。去年負けたからな。去年は本当にね、俺勝ったんで。でもまあ、え、去年その時はあの東條さんはいたんですか？いない。いない。もういないですね。もういない。まあ1000超えたら取れるだろうと思って、甘くなかった。ハーフムは取れんかった。1000まで取れない。1000までのまま取れない。それは全然超えさせてもらった。負けた。いやもう終了の時点でそれは超えてしまった。普通に負けた。レベル高いっす。うん。まあやむよね。全力で頑張る。やむよ。やったと思ったらって感じ。いやでも俺勝ってなかった。俺のイベント前に周年がその時でもバン上げてたから。ああそう。逆に俺が追う立場だったの。バースデー打つ。そうなんすね。打ってもまだ負けてて、もうあとシムビの対決で負けた。ゴリゴリのピリピリじゃない。そうだよ。だから嫌いやねん俺。おっとおっとおっと言って。おっとおっと言って。でもやっぱおっと言ってください。去年は言った。やっぱまあ俺がすげえからなって言えたし、 V11 で言って、でも負けたのがユウヤじゃなくてヨウジさん。ヨウジさん。え、そう。え、でもその時に、でもヨウジさんもまあ僕の記録を抜くぐらい上げたんで、まあ、すごいなって。すごいっすね。まあ、今よりね、俺もイヤも尊敬する先輩だし、めっちゃ悔しかったし、でもその月、なんで悔しかったっていうと、まあ、その月に売り上げがね、決まります。来月、ナンバー発表があります。めっちゃ仲いい子の結婚式で帰って、ホソホソを見てっていう話になり、ナンバー2でっていうね、自慢とかやらない。2番じゃんって言われた。逆に何も言ってなかったんで、まあホストやってるのは知ってたんで、でもホストやってないね、ね、地元の友達なんか、ホソホソなんか知らないんで、勝手に調べられて、ホストやってる話になって、ナンバー2、まあ、ナンバー2もね、まあ自分的にはまあすごいんだよって言ったけど、説得力も何もなかったっ。ゆうやさんがあのナンバーワンのあのしめびのコメント覚えてるんですけど、何言ったっけ、あのハーレムの三上つかずじゃなくてハーレムの水木ゆうやって俺は言われたいと。ああ言ったね。まあかっこいいなと思いましたけどね。嬉しかったよね。確かに。いや確かに。いやでも実際そうじゃん。うん、いや俺が一番取っても街で聞いたらやっぱ三上塚田出てくるよ絶対に。でもダブル看板っぽいの。いや全然よ、やっぱまだ三上塚田の名前もでかいから、そこを変えたいなっていう意味で言うだけ。一回取ることは誰もできない。この人はだって去年、まあ、ほぼ1年間取ったわけじゃん。俺はただその中の一回取っただけなんだから、まだ俺じゃないよねって。まだやっぱ
ハーレムの一番誰って言ったら絶対三上司出るから、そこを三上司から柚木優弥に変えたいなっていう、なるほど、これ事実じゃん、事実、まあ、そうそう、それが自分の夢というか、一回取ってもやっぱその1ヶ月間だけは一番だねってなるけど、来月から忘れられるから、そうですね、やっぱ継続することが難しさをやってくれた人だから、ここに勝ちたいなっていうのはやっぱ強いよね。目薬ください。で、ほんと、まあ俺が実際にね、まあ東条司とか、あまりにもこの代表とか、それに対して、もっとね、感情であり、憧れた人に対して、思った言葉を、まあその時にぶつけれた素直な言葉を言ってもらえたっていうのは、まあ、素直に嬉しかったんで、かっこいいな、まあ、自分ができる限りは、のコメント俺は、いやもう負けは負けやから、なんか自分がやった時にもう一回言いたいなこれっていう一回は誰でも取れる、そう、コメント言ってみたいなっていうコメントの一つだなっていう、そうそう、パクりたいなって優弥が言ってたって言いたいな、大事や、言いたいなって俺はあれまで、ね、すごいなっていう思いましたけどね、うん、で昔やったらね、言わんかったと思う、俺が一番や俺がハーレムのナンバーワンの柚木優弥やって言ったけど、いろいろ見てきた中で感じたというか、感じられた、はいはい、やっぱ一回取っただけでは変わらないなって、うん、やっぱかっこいいっすよね、そうそうそう、それって天狗になんないとかいいっすよ、勝っても勝ってないっていうあるじゃん、男っすね、難しいよね、はい、男っすね、言葉で言えない、わかりますけど、今の DVD で焼いてもらって勝ちだけどね、勝ちだけど、バステル流す今のこれもう来年のも永久王様間違いないし、もうね、複雑だね、嬉しいですね、素直に勝ち負けじゃない、勝っても負けてるっていうところ、そうですね、かっこいいですね、うん、まあ全力で勝負してその結果でってね、まあそれがやっぱり毎月なんでその昼食ももちろんね、営業成績とか営業をね、やられてる方とかもちろん分かると思うし出るんですけど、僕美容師だったんで美容師も指名本数とかやっぱ出るんで、根っからのホストなんですね、じゃん、いや俺今コメントで聞いてた、リッチの回がもう時間過ぎてた、忘れてた、あ、いや来てないし、でも来てないから独占しちゃうよっていうね、リッチの人いますか、はい、あ、いた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 、まだね、いました、いたし、出てきてくれていいよだし、いややっぱリッチの子、いい子すぎる、はい、俺たちの会はそろそろ終わろうかなと、うん、寂しいな、じゃあまあ、とりあえずじゃあね、ちょっと過ぎたんですけど、すいません、はい、楽しかったです、語りすぎた、はい、もう今これ、スクショ撮りたい、今日見てくれた、ね、女の子だし、まあ男の子もいると思うんですけど、ありがとうございます。まあ今週は、日曜日、俺からいいんじゃない？ゆうやで。いやいや、もうそこはいいですよ。まあまあ、いいですか？じゃあもう、はい、言ってください。伊豆木ゆうや、社員の最終日、バースデーイベントがあるので、今月がね、新生春までまだ行ってないんですけど、集大成のね8周年っていうのを、見せる月だと思ってるんで、皆様のご来店お待ちしてます。はい。今月は僕らも、ちょっと難しい言葉で言うとね、尽力を尽くすんで、見てもらえたらと思います、リッチにバトンを渡します、今日は見てくれてありがとう、イエーイ、イエーイよ、慰安旅行って年何回あるんですか？年4回だよ。今までどこに行ったんですか？福岡、大阪、北海道、タイ、グアム、台湾、誰でも連れてってもらえるんですか？入店してすぐでも行けるよ。マジか！やっぱりの無事ですね。慰安旅行って年何回あるんですか？年4回だよ。今までどこに行ったんですか？福岡、大阪、北海道、タイ、グアム、台湾、誰でも連れてってもらえるんですか？入店してすぐでも行けるよ。マジか！やっぱりの無事ですね。
マジ？やべえやつやん。こんばんは。こんばんは。おはよう。おはようございます。おはようございます。ちょっと待って。テーブルマナーもね。テーブルマナーもね。しないといけないよね。うん。どうも。おはようございます。バトンタッチ。いいですか。しゃべって。はい。今ね、そうなんですよ、ドタバタしてるんですよ、このね、テーブルマナーがね、しっかりしてないとね、ホストクラブっていうのね、高いお金払ってますよね。うーす、おはよう。誰かわかりますか？出演者の名前は滝沢より官房さしか書いてないです。おー、カラチョウ、ありがとうございます。カラチョウですよ。隣は椎名林檎です。あ、どうも。いや、もうね、あの滝沢より官房さがちょっと、なんだ、遅れるみたいな感じなんで、あの2人でね、ちょっとやっていこうと思います。よろしくお願いします。久々のニコ生かな。とりあえず2人神どう。俺超オシャレだと思ったよ、今スーパーオシャレだと思ってやってるんですよ。もうバリバリこの世と思えないオシャレを意識してこの髪型にしてるんですけど、髪色にしてるんですけど、どうっすか。ちなみに、あざっす。もう460番さん、ありがとうございます。もうこれ見えにくいんだけど、水色っていうかグリーンと紫。ああ、もういよりかもさん、おはようございます。登場しました、はい、メインのメインのもう出演者が滝沢より官房さしか書いてないということでね。あ、じゃあダッシュですか。ちょ、俺がいないでしょ、やってて回してるやつがうまく回してるやつね。いやいやいや、もうとんでもないですよ。もう仕事はしときました。ちょっとお店でね、ちょっとまだ仕事が少し酒入ってる。はい、入ってないです。あらさらさらさ、はい、先生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 、お疲れ様です。長いニコ生、長い。あー、うまい。や、いいな、バシッと。 KP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  さんね。 KP さん、 KP さん、 なんだ KP さん。 KP 主任か。乾杯ね、乾杯ね。 KP やね。よりさん、前髪切ったわって言われてますね。切ってねえよ、どこ見てんだよ。全然切ってんじゃい。何してんじゃい。切ってないよ、プレミアムフライデー。プレフラはね、どうだった。はい、僕ラストンです。そうですね。よっ、よいしょ。いや、もうね、バシッと決めました、よりかんぽんさ。プレミアムフライデー意外と短かった。そうですね。長えよ、長えよ。いらねえ、長えよ、長えよ、マジで。その中ね、あの今日かっこいいって当たり前だろ、頑張るんだね。そんなね、全員かっこいい、全員かっこいい、今日全員かっこいい。プレミアムフライデーって言ってるのね、ノーヘアメっていうね。いや、そうですね。で、ラストン、カリスマですね。いや、もうガッツリやないですか、僕なんてもう気合入れてバシッとって。いや違う、今ヘアメイク取れなくて、あのプレミアムデーフライデーで出勤時間入るやつが、はい、俺自分のヘアメイク担当さん以外にはもう髪の毛触られてないんで。そう、はいはいはい、はい、でもヘアメイク一回俺ヘアメイクされて、はい、ヘアメイクですいません、もうこれヘアメイク崩してやつって、崩させたことがあるぐらい性格悪いんですよ、僕。性格が悪い。見てるリスナーさん、僕性格悪いですよ。すごい背景が綺麗。保湿通路やね、これですね。リッチのすごいっすよね、保湿通路綺麗。がっつりもう今日5時半営業で、もうね、4時に、いや2時半ぐらいに出勤して、がっつりね、テーブル磨いてみたいなね、バシッとしてたよね。リンゴ腹から声出せよ、ほんとに。俺もね、ほんとに、俺も掃除してみたい。ゴシゴシ、俺も掃除したい。はい、掃除しようかな。あ、店のね。マジですか。いやいやいや、これお酒あったらグイグイパターンだったんですけど、いやもうなんだよ、嫌味かお前。いやいや、いい、もういい、もういつでもいい声出してるんで、あのバシッとね、ちょっとね、あのめっちゃ通る声をね、って聞き直されちゃったらもうなっちゃう。どうなのこれ、一応リスナーさんにこのカラの髪型はちょっと、正直に言ってほしい。自分はすっげーいいと思ってやってる。
いや、カラーも実際喋れるし仕事もできるんですけど、いやいやいや、俺はこの髪の毛の色がおかしくて売れねえんじゃねえのかなっていう思ってるんですよ。あ、ここで持ってかれてるんですね、そのこれです。髪色が緑とエメラルドグリーンみたいなね、エメラルドグリーンと若干紫が混ざって、ちょっと普通のナチュラルな、いや前の方が絶対いいよ、足みたいな。そんな万人受けしないって。茶色、まあね、足グレーぐらいのところにグリーンと紫と、いや、ポッケに、はいはい、金入れたら髪の毛散ったよ。何入ったんですか、もうズバリなんて言えないかって。ねえ、マジによ、まあやっぱり気持ちですよね、大事なのは。そうですね、気持ち。じゃあその大事にするっていう気持ち、ね、気持ちが大事ですよ。何ですか、愛やってるの。愛や、何や、もうハートハートハートが大事。大事大事大事です、気持ち。ホストは気持ちですよ。僕みたいなやっぱり顔面でね、はい、どうしようもなかった人生を送ってる人間っていうのはどうしたらモテるのかと、もう必死に考えるんです。おお、そんなことない。愛や、529。あ529番さんは、私は奇抜な髪色好きよ。まあまあまあ、物好きはいるでしょう。歌舞伎町の人、物好きはいるでしょう。そうですね。もう新宿歌舞伎町、ここどこ新宿歌舞伎町ですから。やっぱね、奇抜な色の方がね、そう目立つ。 C って言うなら、俺もあれだよね、これ根元わずとプリンみたいなカラーをしてるんですよ。そうですね、ネモビラみたいな。それ知らなかったら、あいつ金なくて髪の毛染めれてねえよってなるんですよね。そうですね、おしゃれですよ。ええ、ネモビラ似合ってはいると、まさとプリンって言うよ、もうね、最先端行っちゃってるから、クラブリッチは。ネモグラ、ネモグラ耐えてるらしいですよ。俺ね、やる気のなさね。やばいっす、今日ね、こんなやつです。今日何話すの、今日何話すの、何話します。俺の駆け飛んだブスの女の、あれ、しょうもない客の話もしますよ。あいや、あいや、もう54時間ぐらい話したんだ、もう。あいや、523番、あいや、いや、おい、あいや、あいやっすよ、本当に。ね、どうしようね、もうあの、その話めっちゃ気になっちゃうけど、いや、まあ、けどやめとこう。けどやめとこう、やめましょう。はい、なんだよ、ね、前のミスでは炎上めっちゃしてたんですけど、今ね、リッチに来てから全然炎上しないんで。そうですね、炎上してたんですか。いや、もう超炎上してた。クソ炎上、クソ炎上、もう自分のお客さんはもうなんか別に気にしないでくれる、逆に。はいはいはい、あ、またねみたいな。もう炎上、大丈夫、元気、よかった、めっちゃ元気、めっちゃ元気、酔っ払ってんじゃないの。いやいや、全然酔っ払ってない。さっき一緒にラーメン食べたのに。そうですね、あ、怒っていただきます、ありがとうございます。いやいや、もう、ワホス村長、ささいな、ささいな、もうささいなんですよ、もう本当。そこのあの、トンチ行ってきました、トンチ。いや、ありがとうございます。値段じゃない、値段じゃないよ、値段じゃない、もう、本当にもう、ありがとうございます。バカ舌なのか、なんなのか、何食っても美味しい病がすごいから。いやいや、あれ美味しい、本当に、この時間帯の。とんだこ、歌舞伎町で見かけたらどうする、詰めます。間違いないですね。そうそう、いや、ねえ、トンチ知らない、トンチ、あの、なんて言うんだろう、ホスト看板の近くにあるやんか。そうっすね、うどん屋じゃない、うどん屋じゃない、ラーメン屋さん、ラーメン屋さん、池袋、なん、池袋ってこと書いてあるね、池袋トンチンみたいな、ここ歌舞伎町だけどみたいな。池袋が本店にあって、池袋に本店があって、それは歌舞伎町にも出してるラーメン屋さん。恋バナする、恋バナ、恋バナ、あ、いいね、恋バナしよう。なんか、お前、なんか、まだ二人若いけど、なんかおっさんしてるマジで恋バナしようよ。何を言ったんですか、いいですか、話しちゃいますよ、もう。で、なんかあれだよね、まだなんかあの、まだそんなぶっこんだ恋バナできないよね。いや、できないでしょ、でも一応お客さん、いやいや、いや、できないです、できないです、全然できないですよ。なんすか、とんだ、僕の元カノが他店の代表に入れ込んでエースやってたって話とか。ネタくさい、ネタくさい、それは全然ネタくさい、怪しいよ、もう結構ガチです、これ。でも僕ちなみになんですけど、はい、今まで付き合った女の子の数って5人です。はい、出たホストーク。いや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 もうそれならそのぐらいですよね、577番さん。いやいや、やっぱそうっすよね。いや、用語できて出てきて、僕何もできない。いや、人はもう多そうだもん。濃い大きい男って感じのイメージなんで。そうっすね。
5人でホストしようと思うかなって。別にやらないからね。いやプライベートでモテるからホストするわけじゃないし、ね、いや関係ない関係ない。そんなプライベートでモテてホストするのは多分俺月2億ぐらい売ってますよ。いや間違いないです、間違いない。月2億もうモテにモテわけです。でもなんだろう、ホスト歴そんな長くないんですよ僕。ホスト歴僕多分長くないです。リンゴ長い、僕4年とか。リンゴは長いんじゃない。そう、僕1年ぐらいですよ。俺どうなのね、分かんないけど僕内勤ホームやってたんで。内勤やってた。内勤さん大変そうっすね。でも超大変、朝早く来て鍵開けてなんか、そうそう、ね、じゃあ一番早く来て帰るのも従業員より一番最後みたいな。へえ、いやきつそう。やっぱ給料バカ少ねえみたいな。そうですか。バカ少ねえ、つらっ。もうブラック企業じゃないですか、もはや、うん、それホストプレイヤーの方がいいっすよね。そうですね、いや間違いないです。プレイヤープレイヤープレイヤーがいいんだよ。いや、ね、プレイヤーにも下の方なんかいや、なんかキョウちゃんかわいそう。店長自分で書いてんじゃないですかこれ。あーあーあいやー自分で書いてんじゃないですかワンちゃんね、ワンちゃん自分で、ワンちゃん書いてる確率ありますね。本人降臨する、あれ間違いなくこれ、あれ匂わせとかないですか。怪しい、怪しい、すげえ怪しい今のは。で、あの、某刑事名で結構有名なね、あの、言葉でね、ね、自分でしょみたいな、そう、自分でしょみたいなね、自分だよみたいな、そうそうそうね、ちょっとちょっとちょっと違うよねって、もうバレちゃうタイミングいっちゃったよ。俺さ、自演っていうんすよ。もう俗に言うホスラムでよく自演ね。もう僕帰りたいです、もう帰りたいですよ。帰りたいですか。帰りたい、帰りたいですよ。なんかニコ生なんか別に俺毎週出なくてもいいでしょみたいな。どういうことですか。まあしんどいよ、毎週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 。でなんかね、あの他店の仲良いホストとかニコ生やってそれ見てお客さん来たとか、そんなねえもん。ゼロ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 。ニコ生だから、もう今すぐ来てくださる方めっちゃね、そう。はい、もう会場に来てくださる方ぐらい。ここがね存続するかどうかはね、もうね、来てくださるかどうかに決まって。いやもうガッツリ来てくださいと。そうそうそう、リッチね、よろしくお願いします本当に。リッチどころかもうね、もう降りたらいますみたいな。そうそう、ゆうやさんは来てるらしいけどな、うんね。どういうことですか。あ、毎回見てみたいな。そうね。あ、そうなんですか。ここでも。いや、すげえの。いやいやいや。それは分かんないですよ、そのよいさんに会ってちょっとあ、緊張しちゃうからみたいな、炎上してきてない方がいい。あ、この先輩よいしょ。いや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 、それ今日は、今日は滝沢よりかもさ、疲れてるんだからもう。そうそう、疲れてないですよ、全然。元気ですか。全然元気ですよ。じゃあもうバリバリ行っちゃいましょうよ。全然元気ですよ。いやもう気づいたらもう時間が残り少ないみたいな、パッと見たら。あ、そうなんですか。あららら、前半テーブルマナーしかしない。前半テーブルマナーでした。テーブルマナーでした、もうここが。いやね、そういうことばっかしてて俺が逆に会ってから怒られるんだからね。俺が怒られる。テーブルマナーってね、もう前半テーブルマナーでちょっと話して、いろいろ看護さんがいらっしゃったみたいなパターンです。入れ替わってみたいな。そうそう、リスナー最高だ。ビッグね、ちょっとあれなんですけど、リンゴ、まあ普通イケメンじゃないですか。イケメンで全然喋れるんですけど、こいつ本当に締め呼ばないんですよ。呼ばない。いや、呼ばない、呼ばないわけじゃないの。いや、呼べないんですよ。そうね。で、別に送りも別にあるし、全然むしろ俺より多分多いし。いや、まあ、そう、なんですかね、その安定を求めちゃうもんね。いや、安定もクソもお前ゼロやろ。あるからね、だって間違いないです。安定もクソもお前ゼロで、お前ゼロ安定させてもらってない話やろ、マジで。もうガツリやん、もうガンガンもうズコンバコンズコンバコンだよ。バコンバコンバコンってゼロで安定とかやばいよお前。おい、いやもう安定なんて低迷ですからね。そうですね、間違いない。でもちょっとすげえなんか頭いい感じ。いやもう名言ぐらいのバカなんだけどね俺ホントは。エジソン並みの、エジソン並みのアインシュタインひらめきの言葉みたいな感じ。間違いない、なよなよな感じがやだって。なよなよな感じが。むしろお前今度一回俺とサクトとジム行くか。マジっすか。ゴリゴリだよ、ゴリ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 だって感じてます。手筋リンで締めよう。もっと自信を持って、ディズニーの言葉で。あー、ボルト。あー、胸を張ろう。あー、そして笑顔。書いてるのが天地くせえ。そうですね、桜だよ、もはや桜。もうこれ、桜っすね。王道自衛の日が。もう、分かっちゃうね。そうですね、
いや、なんとなくなコメントですね。そうでしょ、これみたいなね。そういや、なんすかね、ダメダメしてるのはもう認めますけど、うん、ぶっちゃけ声もこうですし、私が店長になりましょう、誰なんですか。どっちにされますか。意外と店長キャスター文句ですよ。店長大変ですよ、本当に店長大変ですよ。特に文句言うの俺なんですけどね。そうなんすね、そうなんすね。いやそれは結構ね、いやなんかそこら辺はもう、いや、何話してるの。いや、そう、ダイエットしてるっていうのはもう自覚してて、なんだろう、ね、自覚してて、いや、なんか男らしくしようとすればするほど、なんですかね、なんかみんなをカメラリングカメラ意識してくれ、超笑いんだけど、いや、やっぱ漏れる角度ってあるじゃないですか。意識しすぎますが、おねえなの、おねえではない、おねえではない、おねえではない。そう、いやもう、いや、ほぼ最近枕した人、もうあれなんじゃないの。はいはいはい、男の人だったら。いや、男性ではない、男性ではないですけど、え、なんですかね、その、何の気を使えば気を使うほど、なんかちょっとね、あのね、こっちの方がいいのかなって思っちゃう時がありますね。全部お客さんに対して嫌いな、オラオラするのが。どんな子が好き、どんな子が好き、言うこと聞いてくれる子。いや、ホストちゃった、ほんとにホストめっちゃマッチョなイケメン男性と、なんだこれ、ブスな女性だったらどっちでやる。ギリブスです。ブスの女性、ブスですね。僕、マッチョなイケメンってことは要はガクトってことでしょ。俺ガクトっす。マジっすか。いや、ガクトさん、ガクトいきますか。超イケメンよ、バリイケメンよ。まあ、もうあれはもう抱かれてもいいかもね。まあ、ガクトの場合はなんか男性、女性、ガクトみたいな、なんか一つのジャンルだから、あれはいい、あれはいい。そうですね、武井壮、マッチョなイケメン。いや、武井壮って、武井壮とか最強でしょ、あいつ。俺リスペクトしてる、面白い。武井壮さんすごい。あいつライオンに勝てっかんだよ。マジっすか。最強、最強、最強よ。俺とうちのナイキンさんのトラっていう選手がいるんだけど、俺とトラさんは最強のとこ目指してるから。マジっすか。来年らへんには多分ライオンも多分倒せるだろう。やばい、すげえ。ジェンダーレス男子ってあれじゃない、トマン君、トマンさんとかだよね。なんかついてる。ああ、ありがとうございます。キモい、キモい、何やってんの。イチャイチャしてます。じゃあ、あれやろな、それ。バレちゃった、バレちゃった。うちがちょっと。俺、理想高そう。俺、高そうっすか。うん、高そうっす。いや、俺、したら理想って見た目ってことっすかね。見た目ってこと。見た目。まあ。全体的に総合評価で高そう。いや、僕は、なんか本当、自分に持ってないものを持ってる人は素敵だなと思うタイプなんで。うわ、めっちゃ。やばいっすね。めっちゃいいこと言うっすね。これはガチやな。前までだったら、前までだったらもう可愛い子が好きとかあったけど、いやもう基本可愛い子で性格いい子なんていないから。そうっすね。それはもう、そうそれはもうそうですよ。そうね、自分にないものを持ってる方が。そう、俺なんか惹かれます。いやー、素敵だね。どんな人好き？僕言うこと聞いてくれる人。え、なんかシャンパン入れろって言ったら、うんみたいな。あー、もう喋んなくてもいい子。接客中、営業中に。営業中もそうだけど、喋んなくてもいい人みたいな。一緒にいる時に喋んなくて無言が心地いい人。心地いいって言わない。無言が心地いいって言うんですよ。ほんとなんかね、コメントをなさってくれてるんですけど、仕事しなさい、仕事放棄。違う、放棄してるわけじゃないです。なんか、その無言でも大丈夫な関係ってあるじゃないですか。ああ、そういう人がいいってこと。それはもう付き合いが長くて、いや、間違いない。十分、なんか男の子となんかね、分かり合えてるじゃないけど、そういう関係性ができてるから、別にそんな喋らなくても、お店で喋らなくても平気ってだけであって、多分リングはその関係性まで作れないし、そうですね。ね、本当に。はい、結婚で楽しみ。はい、すいません。へぇ、俺、リングとか言うんだろ、俺、嬉しくて初回めっちゃつくけどね。喋るの。なんだろう、いや、喋り自体は嫌いじゃないんですけど、なんか僕と話すより、なんか他の人、俺喋る嫌い。喋るの嫌い。めっちゃネクラ、めっちゃネクラ。はい、めっちゃネクラです、めっちゃネクラ。つく今やばいっすよね、最近リッチがもう10件めっちゃ増えて。いや、めっちゃ増えましたね。
いやもう嬉しい嬉しい、人数増えてなんかどんどんね、なんかね、もうライバルがどんどん増えるっていうね。いやすごいっすね、人がいっぱいいるな。まあ滝沢より今月大ピンチ大ピンチ大ピンチ、だから締め日には負けるんだよ。いやー、カリスマを見せてくれるよ、見せてくれます、ね、最近ね、本当になんかちょっと締め日前でどうしようって焦ってピリついてる。何ですかピリついてるんすか。マジっす。いや、ピリついてはないかな、どうしようかなみたいな、焦りみたいな、昇格もかかるしみたいな。そうそう、なんかそこをね、やっぱりね、バシッとバシッとやってくれるのがイオリカモモサです。それがイオリカモモサです。確実にもう見てるね、ちょっとお願いします。でも、いや俺嫌なんすよ、なんかもう今さら他店のね、はい、仲いい友達とかもみんななんかしょうもないなんかマイナーターで代表とかやってるけど、はい、でも今さらお前官房さみたいな、はい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 、はい、言われるんで、あじゃあお前今からプレイヤーってお前 KG でお前やってみろって。そうっすね、そうっすね、間違いないっすね、しょうもない。いやいや、そうじゃないっすか、しょうもないしょうもない、間違いない。いや本当に俺ね、 KG プロデュースないと本当にレベルが違うですね。うわ思いました。いやでも本当に本当に僕はもう胃の中の顔、大会を知らずじゃないけど、本当か顔面だけだったら僕は KG でも多分トップ2には入ると思うんですけど、はいはい、トップ2、もうなんでこの人が売れてんのかなみたいな、すごい見たりするんですけど、話聞いたりするともうすごい連絡がまめとか接客がうまいとか、そうですね、あれあるっすね、顔だけじゃ限度が困るかなみたいな、うん、ありますあります、めっちゃあるね、ありますあります。前のまでの店なんて俺ノンアルコールで毎回ずっと営業中モンストロやってただけですから。マジですか。それからこう KG グループっていうね、はいはいはい、茨の道へ進んだんですけど、はい、まあ最初つらかったそう、まあ最初つらかった。今は結構あれですか、ね、なんで自分の宅でお酒飲まなくちゃいけないの。いやいやいや、あるさあるさ、もう今は当然もう全然自分の宅でもお酒は飲みたいし、そうですね、もう当然の自分の上に立つ人で人は変わるのかなっていうね、おわ思います。青山代表、青山代表のおかげでね、青山代表、まあそんな感じで6月30日締め日の日なんですけど、はい、もうリーダーとね、修正リーダーがラストイベントとなってるんで、おわ最後のね、ぜひ彼たちの勇姿を見に来てくれればいいなと思います。それでは時沢ゆるの聖剣をさ、俺のジャイアン、来週も見てね、バイバイ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 、バ